岩手県盛岡市某所。この建物の3階には異人局という部署が存在する。私の仕事は異人たちに岩手の今を伝えること。この部屋には時空を超え歴史を超え岩手の異人たちが集うのである。次の方どうぞ。はい、こんにちは。おお、田中田先生、ご無沙汰しております。久しぶりだね。前回は確か、ああ、もう10年になりますか。そうだね。向こうにもいろいろと楽しいことが多くてね。先生らしいですね。そうか。あの子は。お、ちょ、先生、彼女は新人の水木くんです。まだ不慣れな部分もありますが。よろしくお願いします。元気だね。よろしく。じゃあ水木くん、先生を外にお連れして。はい。ああ、だば、まずは作文館になった場所さ行ってみてな。作文館。ほら。あ、確か先生が16歳まで通っていた藩校ですね。そうそう、よく知ってるね。勉強させていただきました。おお、えらいえらい。何事も分かろうとする思いは大切だからね。はい。はい。作人館ですか。そうそう。いいね。はい。よし。おお、ちょっとちょっと引っ張んないと危ないから。おいじゃね。おいおい。じゃあね。びっくりしちゃいますよ。大丈夫かな。岩手偉人ファイル144。田中田で愛吉、物理学者。安政3年、二戸に生まれた彼は日本の物理学の草分けとなった人物である。彼には様々な功績があるが、中でも特筆すべきは次の5つであろう。まずは地磁気と地震の研究。濃尾大地震の調査でネオダニ大断層を発見し、文部省震災予防調査会発足のきっかけを作った。綺麗だね。お、揺れだ。今揺れだよね。揺れました。お、揺れた揺れた。地球は生きてるぞ。行くべ。第2に日本に航空工学を紹介したこと。東京大学航空研究所の創設を促し、飛行機製造技術の発達に貢献した。そして第3に、日本にメートル法を根付かせるため度量衡の統一に尽力した。7つ8つと。おー、1メートルかな。早く行きましょうよ、冷え込めちゃいますよ。いいからいいから。1メートルな。第4に、ローマ字の普及に携わったこと。日本語の国際化を目指し、ローマ字表記の統一化の運動を盛り上げた。そして最後は精力的に国際会議に参加したことだ。その数68回。とある物理学者は、愛吉が毎年地球を回って会議に訪れることから第二の月と愛吉を評したという。愛吉は日本ばかりでなく海外の学者たちからも慕われた。すべては愛吉のユーモア精神とそのおおらかな性格ゆえである。熱い男だぜ、田中田て愛吉。はあ、盛岡のまず波はすっかり集まったな。はい。いやー、変わらねえな。いや、土地の匂いもあの頃と同じだ。へえ。ここで先生は原隆さんや佐藤翔介さんと出会ったんですよね。そうそう。あんたはよく知ってるね。はい、新人ですから。そうか。あの頃はハイカラ党ってやつが幅を利かせていてね、あいつらね、ブスの魂だった、こうちょんまげ切られた時は、さすがの俺も落ち込んだよ。いろいろあったんですね。んだ。お、これこれ。
この木変わらねえな。よし、気力もらったぞ。さあ、次の作品。おすすめは東大駒場キャンパスですね。ああ、今も当時先生が使われていた風洞室が残っています。そうか。それか、最後のご自宅共同に行ってみるって手も。いや、二戸さん行ってみたな。俺らのふるさとだもの。でも先生は16歳で東京に出られたんですよね。だ、東京の方が思い出が多いんじゃ。いやいや、二戸がいいんだ。二戸さん行くべや。おお、心ある人の宴の夜神楽に、こだまに匂う鈍行の森。バス田舎いいな。どこに行くんです？まあ、ついてきなさい。早く。ちょっと、先生。ああ、こんにちは。野生が出るね。色づいてたな。着いた着いた、到着。え、何ですかここ？資料には載ってませんが。ここはね、二戸の町並みが一番見渡せる場所だ。せっかくの一日ですよ。夜までに戻れば問題ないですし、いろいろ見て回った方が。いやいや、ここでいいんだ、ここで。確かに思い出は東京の方が多いかもしれねえ。だけどね、ここには俺らの全てがある。ここで見たこと、聞いたこと、経験したこと、何よりこの自然だ。この自然が俺らの原点なのよ。座るべ。はあ、風邪吹いて気まずいな。水木君っつったっけ？はい。何かを知りであと思う心は素晴らしい。何かを成し遂げであと思う気持ちも素晴らしい。だけんとよ、あんまり頑張りすぎんのはよくねえや。いつもマイペースで、自分の呼吸で、俺、この自然のリズムでよ。そうでねえば、自分が楽しむ面で疲れてすまべな。はい。ん？主任から預かってきたんです。ああ、一緒に食べませんか？これ串餅です。なずかすな。ごちそうになるべか。はい。では、ふるさとの味だ。そうですね。うめえな。ほんとうめえ。受け継がれています。もちろんこの岩手でも。先生が設立を監督した水沢井戸観測所は今も立派に稼働しています。それに宇宙誕生の謎を解明する次世代加速器、国際リニアコライダーの実験施設がこの岩手に誘致されるかもしれません。そうか、ありがとう。
さてと腹もいっぱいになったす。実験するべ。はい。この辺りの風の流れ測ってみるべ。俺やってみろ。私飛ばしたことありませんよ。いいからまずやってみろって。俺ほらコツを教えてください。コツなんてものはねえよ。俺もう一回やってみろ。いいか、思うままにやればいいんだ。もっと自由に、もっと楽しくよ。え？常識さ取られんな。思いを乗せて研ぎ放て。それだ。飛んだ。よし、いいぞいいぞ、飛べ。飛べ。どこまでも飛んでけ。いいぞ。今回の旅いかがでした？岩手からたくさんのエネルギーもらったよ。あんたにも世話かけたね。いえいえ、そんな、私なんてまだまだ。そりゃよかった。先生、みんな頑張ってます。愛吉先生たちに負けないように。そうか、まだ来るよ。くすむず、こつとこねば食べれねえからな。はい、いつでもお待ちしています。ありがとう。 See youNext time。 またいずかどこかで。さようなら。疲れた？少しだけ。ものすごく自由な人で正直やっとされました。そりゃそうでしょう。あの先輩たちが今の岩手と日本の礎を築いてくれたんだから。だからこそ僕たちもこうやって。岩手には多くの偉人がいる。彼らは今もこの岩手のことを気にかけている。歴史を超え時空を超え、岩手の偉人たちに岩手の今を伝えること、そして彼らの思いを若者たちに伝えること。主任、コーヒー休憩でも入れましょうか？はい。マイペースにやらないと疲れちゃいますから。そうだね。はい。それがここでの私の仕事だ。次の方どうぞ。今月は、おお、賢治先生、よく来ますね。今週も3回目ですよ。カンパネルは元気かな？ちょっと何言ってるかわからないです。